132番です。横軸が X に注意してください。YX グラフですが、これは本来は縦波、見にくいので横波表示をしています。最も密な点を求めなさい。密な点はカタカナのミが当てはまる場所 A と E です。2番、最もソな点、カタカナのソが当てはまる点 C と G がソです。3番、媒質の速度が0。媒質 A 点 B 点 C 点 D 点 E 点 F 点 G 点に媒質がいますが、横波表示では A は上に行ったり下に行ったり立ったり座ったりしています。 B も立ったり座ったりしています。 C も立ったり座ったりしています。本当は A は右行ったり左行ったりしています。縦波表示の場合は左右に移動しています。 B も左右に移動しています。すべての媒質は上に行ったり下に行ったりしているんですが、速度が0というのは媒質は上に行ったり下に行ったりしてるんですが、ここは上の万歳の瞬間は速度が0、しゃがんだ瞬間は速度が0ですが、中央を通過するときに V は最も速く動いていますという特徴のある運動をしています。速度が0ということは万歳をしているかしゃがんでいるか、つまり B、D、F、これが速度が0の点です。4番、媒質が右向きに最大速度、最大速度は中央ですから A、C、E、G なんですが、右向き、これは YX グラフ、次の瞬間のグラフを書いてみましょう。谷は右へ、山は右へ、谷は右へ、ずらします。そうすると、A 点は今は気をつけですが万歳の方向に動くこと、 B は今は気をつけ、しゃがんでいますが立ち上がること、 C は気をつけですがしゃがむことが見えてきます。右向きに最大ということは横波表示では上向き、右向きを上向きに変換しましたから、上向きに最大の速度を持っている点、中央の点ですね。 A は上向きです。それから C は下向きです。E は上向きです。 G は下向きです。したがって A と E が上向きに動いている、つまり右向きに動いている点になります。図が X 軸上負の向きに進む波であった場合、1番から4の結果ですが、1、2は変わりません。3も変わりません。この右向き最大が今度は次旬グラフがこのようになりますから、山、谷は左へ、山は右へ、谷は左へになりますから、最も、スピードが速い点、Y の変異が0の点は A は下に行きます。C は上に行きます。これが C が答えになってきますね。E は下に行きます。G が上に行きます。 C と G が右向きに進む最大の点になります。